皆さんこんにちは。 JAF モータースポーツニュースダイジェストの時間です。今回もナビゲーターピエール北川、そして JAF モータースポーツ部の岡本さんとともに進めていきたいと思います。岡本さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今回ですね、5月になりまして、2回目の放送ということになりますけれども、全日本の各カテゴリーをですね、たくさん皆さんにはお伝えをしているこの JAF モータースポーツニュースダイジェストなんですが、先月4月から2回ですね、毎月放送するということになりまして、毎回このですね、2回目はB ライセンスを取り上げようということでですね、配信とこうパワーアップしてお送りをしております。岡本さん、はい、2回配信、ね、ちょっとまだ我々もなんかこう着てるものがね、はいはい、ちょっとライトな感じになりましてライトですね。そうですね、まあ、あの1回、はい、月の1回目の放送はスーパーフォーミュラ、うん、スーパー GT、 フォーミュラ3、カート中心のまあレース系、うんうんうん、はい、で今回のように2回目の方はラリー、ジムカーナ、ダートトライアル中心の B ライ系ということで、本当にこれからどんどん楽しみです。はい、そうですね、はい、まあ、あの B ライの方はですね、より気軽にモータースポーツを楽しんでいただけるようなカテゴリーと思いきや、でもですね、結構ディープな選手がずっとこうねやってる競技もいっぱいあって、本当にあの僕もですね、楽しみにしているわけなんですけれども、今回は B ライ系全日本ラリーの第3戦、それからですね、全日本ジムカーナ選手権の第3戦、さらにはですね、全日本ダートトライアル選手権の第3戦と、まあ、競技がいっぱいあるのも B ライならではですよね、これね。そうですね、はい、さあということで早速ですね、最初の話題をお伝えしていきたいと思います。まずはじめはですね、この話題からいってみたいと思います。今シーズンなんとですね、全日本ジムカーナ100勝目がかかります、あの山野哲也選手、第2戦で99勝を挙げまして、さあ第3戦、いよいよ100勝にリーチがかかっているということで、果たして今度は結果どうなったのか、そこを皆さんにお伝えしてまいりたいと思います。では参りましょう。 B ライ、まずは全日本ジムカーナです、どうぞ。全日本ジムカーナ第3戦は福島県の恵比寿サーキット西コースで開催されました。前人未到の記録に挑む山野哲也に心境を聞きました。今できること、今日できることを精一杯やる、まあ、それに尽きるんですね。そういう意味では環境、まあ、いい環境を作って、しっかりと走れる環境を作って、で、スタートフラッグが振られたら、僕はその車が持っているパフォーマンスをしっかり引き出してゴールをする、それだけかなというふうに思います。山野哲也と、まあ、このエクセディ 05D124 の組み合わせパッケージとしては、まあ、とてもいい条件ですね。今年は、まあ、特に、路面温度が高い、まあ、もしくは気温が高い方が、まあ、我々のパッケージにとっては、いいリザルトが望めるというところがあるので、まあ、そういう意味ではすごく望ましい週末だなというふうに思います。100分の1秒差のバトルでありました。その本場1秒のバトル、さあまずは戻ってくる松本美が今ゴールチェッカー、タイムが1分27秒。第1ヒート川本浩一に次ぐ2位に終わった山野、しかし第2ヒートでトップタイムを更新、最終ゼッケン川本のゴールを待ちます。川本は山野の中間タイムを大きく更新して最終セクションに入ります。しかしトップタイムを更新できず、山野の全日本ジムカーナ100回目の優勝が決まりました。今回、まあ、金曜日土曜日と、まあ、コンマ差の戦いがずっと続いていて、本当にこの今年の PN2 クラス、
車種が豊富で、タイヤメーカーも豊富で、もう本当にいつ誰か勝つかわからない、そんなような戦いが続いています。今回、山の車もトラブルをちょっと抱えていて、でそれをなかなか直せないまま日曜日を迎えてしまって、それが修復できたのが日曜日の決勝のヒート2だったというところですね。本当に、車を直すために駆けずり回ってくれたチームクルーにまずは感謝したいと思います。みんなが追いつけないぐらいの成果を出し続けて、そのままかっこよく死にたいと思ってますので、ぜひ応援してください。ありがとうございます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 。はい、もう生涯17宣言忘れてきました。おめでとうございます。はい、以上 PL クラス2クラス以上優勝の皆さんもいただきました。SA1 クラスは志村正則が今シーズン初優勝。仕様変更をしてきました。そのデフの仕様変更に対応してくれた、まずメカニックさん、D ジャックのアボさんにすごい感謝してます。でさらにその仕様がすごいこのコースにマッチしていて、勝つことができたと思います。SA2 クラスでは佐藤匠が全日本初優勝。5年ぐらい全日本ジムカーナーやってるんですけども、今年はちょっとチャンピオンを取るように目標を立ててやってきたんですけど、前回の玉田ラウンドで4位という悔しい結果で終わったので、ちょっと今まで試したことないセッティングまでちょっと手を伸ばして、この短い期間ですけどまとめて やった結果が、今回反映されて勝てたんだと思います。SA3 クラスでは小俣陽平が1本目のタイムで優勝。あったかかったんですけど、僕はソフトコンパウンドのタイヤを使って、走ったんですけど、作戦としては1本目から、勝負かけて、もう2本目温度があったかくなる時のことは考えないで、1本目の少し涼しい時に、きっちりタイムを出して逃げ切るという作戦で行って、その作戦通り、うまく勝つことができました。 SA4 クラスは津川真嗣が3連勝を飾りました。ありがとうございます。今回路面温度が予想以上に上がって、タイヤ選択かなり悩んだところあったんですけど、開幕から、1戦2戦と低い温度で、S5 コンパウンドという低温用のコンパウンドだったんですけど、今回からこの M5 という高温用のコンパウンド、これがうまくはまったって感じですね。その他のクラスの結果はご覧の通りです。さあ、ということでご覧のように山野選手見事100勝達成されました。岡本さん、僕前回広島 の、はい、ジムカーナーの時に取材に行かせてもらって、その時にはいや夏ぐらいまでにはなんとか取れるかなっていうようなお話をしていた山野さんなんですけども、あっという間にね、なんか100勝まで来ちゃって、しかもなんか泣いてました ね、そうですよね、はい、ちょっと珍しい光景が見られましたね。その涙にもいろいろやわけがあったんですかね、やっぱりね。そうですね、1本目は、2位だったんですよね、最初1位が、最後祝福していた川本選手が、トップタイムで、それに次ぐタイムだったということ で2本目で逆転しての、優勝ということで、やっぱりこれはね、チーム総力戦で本当に掴んだ優勝ということで、喜びもひとしおだったんじゃないかと思います。それが本当にね、苦労して掴んだやっぱり勝利だったがゆえに、やっぱり思わず感極まってというところがあったと思います。
ますけれども、しかしながらですね、まだまだ多分喋り足りない、今日見ていただいたあのインタビューだけでは多分足りないと思いますので、岡本さん、はい、実は次回、はい、このスタジオに山野さんが来てくれるそうなんですね。そう、楽しみですね。はい、はい、ということで、いつもよりも時間を大幅に増やしてですね、番組が収録されるのではないかと、はい、生涯現役宣言も出ましたので、山野さん次スタジオでお待ちしておりますので、ぜひいろいろ語ってください。お待ちしております。さあ、では続いて、この全日本ジムカーナなんですけれども、第4戦名阪スポーツランドでの、ね、開催ということになりますので、今度は山野選手が101勝目なるかどうかというところも、皆さん歴史がまた動く瞬間があると思いますので、期待をしてまたお出かけいただきたいと思います。さあ、では続いて全日本ラリー選手権の第3戦に参りましょう。さあ、岡本さん、はい、今回実は私ちょっと現場に行ってきましたよ。なんですね。あと第3戦は京都府の京丹後市で行われたと思うんですけれども、はい、ピエロさんも現場で何されてたんですか。はい、現場でですね、はい、私もう楽しく取材をさせていただきました。あの、僕にとってはですね、あの、実は皆さんにもいろいろとラリーの魅力を伝えたいなって、いっぱいそういうお話をしたいなっていう機会が欲しかったんですけども、やっとあの全日本に初めて現場に取材としてね、行くことができましたんで、まあ、あの、僕も行ってみたかった林道の中でどういうふうに、まあ、選手たちが頑張ってるのか、それからですね、本当にどんな迫力があるのか、そういったものをやっぱりね、知ることもできて大変興奮しました。はい、まあ、そしてですね、ギャラリーステージの方でもいろいろと、まあ、お客さんの、ね、様子ですとか、それから、まあ、あとラリーのですね、いわゆるサービスパーク、そういったところのファンの様子なんかもね、取材をしておりますので、ぜひ、この後いろいろ映像にまとめております。京丹後市で行われました全日本ラリーの第3戦、では映像の方をお届けしましょう。どうぞ。ピエール北川です。ついに全日本ラリー選手権にやってきました。早い。おー、ヌタハラ選手来た。結構これすげー下り早いよ。おー、すげー。さあ、来ました新井俊博選手。どうよ新井選手、アウト目いっぱいから、やばいやばいよ新井さん。今回はスタジオを飛び出して全日本ラリー選手権の第3戦、京都府は京丹後市にやってきました。観光地としても有名な天の橋立のすぐそばの林道をですね、各選手が駆け抜けていく、ここで先ほど私、全日本ラリーのトップクラス JN6 クラスの走りを見ることができたんですが、いやー、やっぱりトップクラスすごい走りでしたね。スピード感、そしてコーナーを切り取っていくようなね、その、角度で入っていく、そのラリーカーを見ると本当に興奮しました。この後もたくさんの選手にお話を聞いたり、そしてまだまだ林道での走りをお届けしたいと思います。3本の SS を2回走行するレグワン、鎌田拓磨、市野量、スバル WRX-STI が4連続ベストで2位に4秒3差をつけてトップに立ちます。しかしここから勝田紀彦、石田雄一、スバル WRX-STI が逆襲。 SS5 でベストを叩き出すと鎌田を逆転して首位を奪い取ります。この2台に必死に食い下がったのが福永治、斉田美佐子、三菱ランサーエボリューション10。レグワン最終の SS6 では勝田、沼田、福永、鎌田の4人が同秒台のタイムを叩き出すなど、熾烈なトップ争いを展開しました。じゃあちょっと今時間がありそうなので、ちょっとお話聞きましょう。新井俊博選手です。お疲れ様です。初日とりあえず終了ということになりましたけども、よかった車が終了しなくてね。まあ調子悪いですわ。それっていうのは結構もう原因はある程度把握できてたり。そうね、大体分かってて、まあメインは多分その車とあとはタイヤの方が路面とのマッチングが悪いのがちょっとあって、ちょっとそこで苦労してるかなというところですかね。まあ、2日目に向けてまだね、ちょっとセットアップを変える時間とかもあると思うんで、ぜひ2日目は、はい、できるだけ、はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。
ちょっとお話を伺いましょう、勝田紀彦選手です、はい、初日とりあえずこれで、まあ、全節終わったわけなんですけどいかがですか。そうですね、ちょっと今日の午前はねちょっとセッティングがなかなか決まらなくて、まあ、それを午後サービスで直してでセッティングが決まってきました、うん、じゃあだんだんと上り調子ということで。そうですね、まだ拓磨君に 1.6 秒差なので、はい、ちょっと気は抜けないですけどね、はい、明日も全開でいきます。ありがとうございます。さあでは初日を終えました鎌田拓磨選手にねちょっとお話を伺ってみたいと思います。まず前半今日のね初日の前半は、トップそしてその後ね、まあ、勝田さんも追い上げてきたというところで今 1.6 秒差という僅差なんですけども、はい、初日振り返って改めていかがでしょう。そうですね、ここ京丹後でやるのって4年ぶりで、はい、僕このクラスに上がってもともと BRZ の頃は出てたんですけど、うん、初めてっていうことで、まあ、最初からちょっと手探りの状態、うん、でも車はすごい良くて前半は優位性があって良かったんですけど、ちょっと最後トラブルが出て、うん、追い上げられなかったというか。なるほど。でもトラブルある中でも 1.6 秒差っていうのは僅差だし、うん、まだまだ明日長いので頑張りたいですね。宇多原選手に、伺いましょう。初日とりあえず終わりまして、はい、今総合で4位ということになりますけども、ね、まあ、ちょっと初日振り返ってみてちょっと状況を教えてください。まあミスなくね淡々と走ってるんですけど、うん、まあ、前の3台が速いんで、うん、なかなかついていけなくてちょびっとずつ、まあ、離されてる状況ですね。まあ今回コースの方もね比較的まあスピードの出る部分っていうのは結構あると思うんで、まあそういったところっていうのは野田原さん的には、いやいやコース的には別に嫌いじゃないんで、まあまあそれラリーなんでいろんなコースがあるんで、ここはまあ結構車速乗るドライでまあ面白い道なんでいいんですけどね、タイムがねもうちょいなんだなこれがね、はい、もうちょい。さあ、後半選手にちょっとお話を伺いたいと思います。お疲れ様です。初日です、まずは順調な滑り出しっていう感じですね。はい、そうですね、まあ、マシンとタイヤはもうバッチリなのはもともと分かってたんで、はい、あとはまあドライバーが1年経ってどれぐらい接調したかっていう感じだったんですけど、なんとかまとめられましたね。はい、さあ丹後ラリー2018いよいよ2日目になりました。今日はここ、道の駅丹後王国食の都という場所に私はやってまいりました。まあ、今ですねまだ朝10時過ぎなんですけれども、たくさんのお客さんで賑わっております。今日はここを舞台にギャラリーステージがありまして、 SS の9そして SS の12、今日も1日盛り上がっていきそうです。さあ勝田紀彦ターマッキングの名にかけて、ここは絶対3本の SS をループする6本の SS で争われるレグ2 7.84キロの SS7 は勝田のベストで1秒7差、しかし 9.39 キロの SS8 を鎌田が奪い、両者の差は一気に0秒8まで詰まります。360メートルと短い SS9 のギャラリーステージでも全く気が抜けない状況が続きます。さて今午前中の SS9 こちらのゴールポイントに来ています。いよいよですねもう残りわずか午後のステージ、そしてあとセレモニアルフィニッシュを残すということになるんですけれども、ここのリピートステージ午後からあるんですが、その前に SS9 終わった段階で、今総合のトップ、ここがですね本当に僅差で争っているんですね。勝田紀彦選手が総合トップ、そして、2位に今鎌田拓磨選手ということで、果たしてこの2人の戦いはどうなっていくんでしょうか。1秒4差で迎えた SS10、 SS7 のリピートとなるこのステージでベストを叩き出した勝田が4秒差まで鎌田を突き放します。鎌田は SS11 で同秒ベストを叩き出し意地を見せますが、勝田が逃げ切って優勝。今回のラリーで勝田と鎌田は約4秒以内の熾烈な戦いを繰り広げました。お願いします。はい、優勝を飾りました今シーズン初優勝の勝田紀彦選手、石田祐希選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当に暑いし、じゃあ疲れましたねこんなね緊張した、ずっと緊張しながら走って、うん、
そうですね、2日間疲れました、はい、まあ、ただ僅差のバトルで、ね、ずっと来てたんで、はい、担当しましたね、まあ、いろいろ本当はもっと早く勝ちたかったでしょうけども、ここでね、ああいうバトルでやっぱり優勝できたというのはすごく価値があると思うんで、この後に続きそうですね、そうですね、本当に本間一の重要性がね、よく分かりましたね、はい、これからも、頑張ります、はい、ありがとうございます。じゃあこのまま突っ走ってください。お疲れ様でした。おめでとうございます。伊佐さんもおめでとうございます。JAF モータースポーツニュースダイジェストです。優勝を飾りました小浜選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、本当に熱い戦いというか気温も暑かったですけれども、ね、まあ、かなりの、ね、ディフェンディングチャンピオンとしてプレッシャーもある中での優勝ですが、はい、いかがですか。そうですね、全然楽ではなかったです。新たなライバルも現れて、で各、まあ、ドライバー、コドライバー、あとマシンのスピードも上がってるんで、追われる立場って楽じゃないなっていうのを実感したラリーでした、はい、優勝を飾りました山本裕太選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン初ということになりましたけども、なかなか熱いバトルでしたね、この初日2日目と。そうですね、まあ、一つのミスも許されないようなラリーだったので、とても緊張したんですけれども、まあ、ミスなく、淡々と走れたのが勝因かなと思います。はい、お疲れ様です。JAF モータースポーツニュースダイジェストです。はい、ありがとうございます。今シーズン初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、絶対勝ちたいライバルに勝てたっていう喜びの声だったんですが。そうですね。やっぱり1年間、勝とうと思ってもなかなか勝たせてくれなかったライバルだったんで、はい、やっぱり1年越しの悲願達成で非常に嬉しいです。はいはい、全日本ラリー選手権の第3戦、単語ラリー2018、2日間の日程、競技が終了となりました。今回僕ピエール北川、初めて全日本ラリー選手権の取材にやってきて、そして2日間みっちりとですね、林道に入ったり、あるいはギャラリーステージに出かけたり、そしてサービスパークやセレモニアルフィニッシュ、今行われておりますけれども、こちらの会場でですね、ラリーをたっぷり満喫させていただきました。まあ、一言で言うなら、本当にいいお天気の中ですね、ターマックラリーのスピード感、そして各クラスのですね、上位陣のその凄技というか走りですね、そして生でしかやっぱり経験のできないこの迫力というのを、しっかり僕もですね、記憶に刻めた、そんな2日間になりました。まあ、今回ですね、初優勝今シーズン達成した選手ばかりでした。まあ、ドライバーだけが頑張っても、そして小ドライバーだけが頑張っても、やっぱりですね、2人とも頑張って車も仕上がって、そして秒差でですね、本当に僅差でやるのが全日本のこのラリーのトップクラスなんだなというふうに思いましてね、本当にしびれるラリーをそれぞれ見せてくれた各クラス、初優勝の皆さんの嬉しい表情が印象的でした。さあ、これでですね、今シーズン、まあ、3戦目までターマックラリーが続きました。まあ、スノーラリーが開幕戦だったんですが、ここからはですね、5連戦で今度はグラベルラリーに入っていきます。まあ、今回まで調子の良かった、得意にしていた、そして優勝を飾ったいろいろな選手たちも、これからはですね、舗装のしていないグラベルロードが舞台のラリーがですね、5戦続きます。まあ、今までとはちょっと違うこのパワーバランス、そして得意不得意というところでは、今までの流れとは違うものが、次戦以降ですね、楽しめそうです。次の第4戦は久万高原ラリーということで、皆さんも第4戦目以降のですね、グラベルロードのその戦いぶりの、こちらもニュースもぜひチェックしてください。ということで、今回初レポートとなりました単語ラリー2018セレモニアルフィニッシュの会場からお届けしました。さあ、ということで全日本ラリー第3戦、お伝えしました通り、まあ、本当にですね、前半のターマックラリーの締めくくり、しびれる大会になりましたよ、現場でも。はい、本当にピエールさん、現場にいると生き生きとされてますね。もう現場大好きですからね。おかげさまで、まあ、本当にあの日差しからすごい焼けちゃって、まあ、ヒリヒリしたんですけど、いや本当にね、まあ、あの現場しか感じられない、やっぱりいろいろなその刺激っていうかな、こういうものをやっぱりこう、まあ、やっぱり皆さんにもいっぱい味わっていただきたいなっていうのが僕の本音ですから。まあ、今度はさっきも冒頭ね、いろんなまあスケジュールある中で、次が第4戦のまあ久万高原というところになりますけども、まあ、皆さんね、グラベルラリーというのも多分いろいろとやっぱり全然ターマックと違う迫力じゃないですか、きっとね。そうですよね。はい、まあ、よくテレビで見るいわゆる砂煙を上げるラリーカーというのが見られますよね。はい、はい、ぜひ皆さんもお出かけになってみてはいかがでしょうか。ここからはグラベルラリーの5連戦になります、全日本ラリーです。さあ、続いてはグラベルロードはグラベルロードで、今度はダートトライアル、まあ、今度はですね、そのダートの路面でタイムアタックをするという、そのダートトライアルの全日本をご紹介していきましょう。青森県で行われました全日本ダートトライアルの第3戦です。
さあ第3戦なんですが、はい、うん、そうですね、第3戦が行われましたのは青森県のサーキットパークキリア内というダートラのコースになります、はい、まあ、このコースはですね、結構コンパクトな中にですね、うん、アップダウンも多くて、まあ、ハイスピードの、直線緩いカーブから、テクニカルなこうコーナーまでいろんな、要素が詰め込まれた、うん、配置されたコースになっています、はい、さあということでダートトライアル、まあ、先ほどラリーはナンバー付きの、まあ、車ばかりだったんですけれども、今度はナンバーのない改造車も大迫力の走りを見せてくれますので、豪快な走り、それではご覧いただきましょう。全日本ダートトライアルの第3戦です。全日本ダートトライアル選手権第3戦は青森県にあるサーキットパークキリア内で開催されました。超硬質路面から浮き砂利路面までキリア内はコンパクトな中に大小のコーナーが組み合わされたコース。多くの選手がタイヤ選択に頭を悩ませていました。N1 クラスではミラージュで孤軍奮闘する古澤和雄が第2ヒートにトップタイムを叩き出し、最終走者の岡翔太を待ちます。ありがとうございます。勝因の一つはやっぱり大きなところはタイヤだと思います。実際に運転しながら声を出して、ここは抑えろとか、攻めろとか、踏んでけとかっていうふうに、自分の中でも声を出しながら、メリハリのある走りをができたのがもう一つ大きな要因かなと考えています。残念ながら仕事の都合で砂川の方は行けませんが、門前残り本周ラウンドは全て行く予定です。 N2 クラスではディレッツァ 88R の205サイズを選択した北条道史が今シーズン初優勝を飾ります。何日か前に先週ですね、砂川で、タイヤのテストをしまして、今年新しく出たタイヤの特徴をつかむことができたのが勝因かなと考えております。新しいその88というタイヤは砂利がいくばくか残っていてもトラクションが非常に優秀ということもありまして、そこにアドバンテージがあるかなということで88を選んだということでございます。私は205を選択したんですが、205の方が非常にトラクションがいいというのがあって、砂川とキリア内は差があるとは思うんですけれども205に勝負をかけてみたというところでございます。 SA1 クラスでは稲葉浩二が連勝中の小山健一を下して今季初優勝。一本目にもう出すだけミスをして、それを2本目までにいろいろな人のアドバイスを受けて修正できたっていうところじゃないでしょうか、はい。88R を使ったんですが、2週間前に畜線で走ったんですが、その時よりも砂利が直線での砂利が増えていて、2本目の前の完熟歩行でもですね、砂利が残っていて、それが D クラスの後でも残ってるっていうところを考えると、ちょっとトラクション面で急にだときついのかなという判断で88しました。北海道はこのシリーズで一番直線が長いところから始まるので、一応排気量が一番大きい方なので2連勝したいところですね、はい。よっしゃーよーしすごいな、よっしゃSC2 クラスでは九州から参戦する岩下幸寛が全日本初優勝を飾りました。ありがとうございます。本当にですね、15年全日本ダートトライアル選手参戦して15年、勝てるとしたらここかなと。昨年も、同秒で1トライ目のタイムで2位だったものですから、今年はもう自信持って、行こうと思いました、はい。1本目 88R 履いたんですけども、2番で
まあ、もう完熟歩行の時から迷いなく急にで行こうと決めておりました。ダンロップさんの中で一番大好きなタイヤで、このタイヤ履いたら大体入賞できているもんですから、勝てるとしたら本当にこのタイヤかなっていうふうに思いまして、ありがとうございます。D クラスでは八田川俊之が開幕3連勝を飾りました。今年路面がですね、採石の質が変わりまして、結構砂利も多かったりしたんですけども、その最初の前半区間ですかね、ちょっと細かいターンが多かったんですけど、そういうところ砂利が多かったので、まず1本目は053で行かせていただいて、そこでベストの走りをしとこうと思って、で、まあ、結果的にいいタイムが出たので良かったかなと思いますし、2本目については1本目の053で走った感覚の中で、2本目路面も良くなった中で053で1本目結構いい感じでフィーリングで走れたんで、それ以上のタイムが出るかなっていう疑問符もあったので、やはり上を狙うには036で行った方がいいだろうっていう部分で036で行きました。北海道も得意なコースなので、4連勝を向けてですね、頑張ってみたいなと思いますし、地元でちょっとテストができればさらに車を煮詰めてやりたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。その他のクラスの結果はご覧の通りです。ということで、全日本ダートトライアル選手権の第3戦、キリア内の一戦をご覧いただきましたけれども、まあなんかなかなかやっぱダートトライアルらしくて迫力もあるし、なんかちょっと衝撃的なシーンもいろいろあったりとか、面白そうななんかね、高低差もあってコースでしたね。そうですね、はい。まあ、今回は N1 クラスの古澤選手や、はい、SA1 クラスの稲葉選手のようにですね、はい、まあ、ライバルの連勝にストップをかけたという選手もいれば、八田川選手のように、まあ、開幕3連勝絶好調の ね続けている、選手も、いましたね。はい、はい。まあ、そんな中、今回は初優勝の選手っていう意味では岩下選手、はい、SC2 クラスですよね、はいはい。この岩下選手がなんかいろんなエピソードがあるっていう話でね、うん、そうですね、はい。まあ、本当に長年ずっと全日本ダートラ戦ってこられて、うん、初優勝なんですけど、今回、会場まで40時間かけてすごいですね、トレーラーでやってきたという情報をですね、はい、聞いております。しかも途中なんかパンクに2回も見舞われるというですね、うん、はい、本当にもう今回俺持ってねえなって多分現地来るまでは思ってたと思いますけど、最後の最後で持って帰ったって、なんか去年が同じトップと同タイムだったんですけど、はい、先に出した方がライバルだったということでね、うん、そうですね、まあ、そうですね、1本目のタイムが、うん、いい方が、優勝したということで、はい、トップタイムなのに2位になっちゃったというちょっと、残念な、結果に終わった岩下選手だったんですけれども、はい、それは本当に挽回というか、そうですね、本当に嬉しい初優勝だったと思います。はい。さあ、序盤戦でスタートダッシュに、ね、まあ、成功できる人もいれば、まあ、中盤戦から逆転してくる選手もいます。まあ、これで第3戦ですから、全部で9戦のうち3分の1が終わったということになりますよね。はい、はい。まあ、次戦争い、次戦からはですね、いよいよまあポイント争いっていうのもどうなんでしょう、岡本さん。やっぱり結構みんな頭にこう、はい、だんだんとイメージしてくるもんなんですかね。そうですよね、はい。まあ、本当に3分の1が終わって、うん、これからやっぱり、どうやってポイントを稼いでいくかっていうのがね、はい、1本の、1ポイントの、はい、重みというのがね、だんだん、増えていくと思います。そうですね、はい。そして次回なんですが、今度は海を渡りまして北海道での第4戦、今度はオートスポーツランド砂川というところで行われるんですが、ここは結構豪快なコースなんですか。そうですね、河川敷に、あるコースで直線がね、うん、すっごく長いコースで、はい、まあ、北海道ですのでね、まあ、自然に囲まれた、はい、コースで、近くに行くと近くにジンギスカンの美味しいお店があったりしますね。それ聞いちゃったらぜひ取材に行きたいところなんですけれども、はい、今回ちょっと行けないんですが、はい、まあ、でもね、そうやって現地に行って、その戦いを見る、そして美味しいもの、まあ、地場のものをいろいろ召し上がっていただいたりね、観光するっていうのもやっぱりこう、モータースポーツを観戦に行くいいね、やっぱりきっかけになると思いますので、ぜひ、皆さんもですね、第4戦北海道足を運んでみてはいかがでしょうか。番組をお送りしてまいりましたけども、ちょっと最後私から宣言をしたいことがあります。はい、はい、何でしょうか。実は皆さん、今私ラリーの参戦へ向けてついに今一歩を踏み出そうとしております。
まあ、京丹後ラリーに行って、でそれで実際ラリーの現場もね見させていただきましたけれども、やっぱりね自分でやっぱりやりたいですね。ということで、今までまだ僕が経験したことのない、まあ、ジムカーナも経験しました。でレースも経験しました。でもねやっぱり最初ラリーをやってみたいと思う子供の頃からの夢をね、ちょっと実現させていただけそうな今状況になってきましたので、またどっかでその内容はちょっと皆さんにご紹介できればなと思いますので、楽しみにしててください。はい。であとまたあのモントレーの第5戦も MC でいきますので、ラリー会場でもまた皆さんにはお会いしたいと思います。ということでですね、今回もたくさんの B ライの皆さんのね笑顔ですとか、それから走りをご覧いただきましたけれども、このように月2回番組ではですねレースを中心とした1回目、そして2回目は B ライセンスを中心とした競技ということで皆さんにお届けしていきますので、ぜひ、次回のまた放送もお楽しみにお待ちいただきたいと思います。ということで皆さん、 JAF モータースポーツニュースダイジェスト、次回の放送まで、それではお元気で、またお会いしましょう。